はい、ということでね、まあ撮影後に天下一品食べに行きました。はい、こってりラーメン。久々だな、こってりは。天下一品マジ久しぶりだ。めちゃめちゃうまいからな、体に良さそうだけど。でも太るでしょ。太りはできるかもね。太ることは太れるかも。チャーハン定食に唐揚げまでつけましたから、もう最強です。最強だ。うん。パクマどうする？あの服どうやって送るの？いや、今から僕事務所行くんで、事務所に撮影で使ったやつなのか、それあと一緒にタクシー、一緒にタクシーで事務所行って。収入がね、でもないから、 YouTube を頑張れば普通に月20万ぐらいいけるんじゃない？マジですか？全然いけると思うよ。気持ちいいね。東京であといくらぐらいで生活？東京はでも普通に30万ぐらいいるんじゃない？ YouTube をしっかり勉強して自分で編集とか覚えてやったらめっちゃ安そうな気がするよ。でブレイキングダウン定期的に出てっていうさ、で、はい、結構言ってたんでもう出れないかなと思って。全然出れるよ。これはまあなんかめっちゃ生きてるというよりかさ、この成長の過程をみんな多分楽しみたいと思う。どういう男になっていくのか。あんだけ出て前に出れるんだから結構強いよね。まあね、気持ちは強い、うん、倒れれないですよね。なんかそんなすぐにいろんな人に教えてもらってたら。彼女はいないの？ね、じゃああのギリギリでキックルーリンするのは良くないっすよ。なんかまあ今回の大会自体キックルール多めにしてたから、多分それで運営の人がキックルールにしてます。なんかいや、それは全然いいんですよ。キックルールはいいんですけど、ギリギリに言われるとそれまで練習確かに付き合ってもらってたんで、プロシュートのことが、ね、時間割いてもらってたんで。まあでもさ、はい、やっぱ格闘技って立ちから始まるから、はい、立ち技は絶対練習した方がいいからさ。そうです、どちらにしても、まあ立ち技でも負けないようにしてて、年々技を勉強した方がいい。将来自動養護施設を建てたいって言ってるね。それは結構壮大な夢だね。今の俺だったらできるかなぐらいだけど。いや、もうそれはビジネスとして考えるには全部投資だと思ってるんで。ビジネスの投資って？いや、その違う、未来への投資俺にお金が返ってくる投資じゃなくて。あ、じゃあ無償ってこと？無償ないってこと？そう。将来日本のためとか世界のためになる投資っていう。俺は途中から施設に入って早めに出れたからあれですけど、やっぱ早い頃から親が死んでとかで入ってる子とか見ると大きなハンデを持ってるなって。まあね、それは思うね。俺もこの間児童養護施設ね行かせてもらったけど、うん、でもすごいいい環境だよね。なんか、うん、ちゃんとなんかどうだった？なんかの、いや、俺はやっぱり良くないなと思った。あ、良くないと思った、はい、それは先生というか教官っていう。それがやっぱり普通の家族になれないのはしょうがないんで、そこは切り捨てたとしても習い事ができなかったり、やっぱ一人一人送り迎えはできないし、まあ、お金的な部分もあったりして、でそういうのをなくしてあげたいのと、あと何かサラリーマンでいきなりリストラにあって、普通の人だと実家に帰れるっていうあれはあるじゃないですか。でも施設育ちの子って施設に帰るとかできないんで、一度世に出ても成人しちゃうとっていうのは大きいのか。なんか失敗した時の受け皿がないっていうのも、うんって。確かに、そういうプラットフォームを一個年何億も稼いでたら、俺はもう普通の生活してればいいんで、何億も突っ込んであげたいんですよ。キャラ編がすごいね。うん、あれ編集もあるっすよ。オーディションの時だって生でいたじゃないですか。あのままだったじゃん。マジですか？あれよりちょっとひどかった。ひどかった。見ました？見ました。声かけてくださいよ。変な怖いもん。なんかこれだけ量多くね。最後の話しこう。あ、全部でかい。いただきまーす。辛いからいっちゃおうかな。どうもありがとうございます。いただきます。うん。こっち。
勝ってる勝ってる。てか多くないからね。多いな。多すぎ。うま。寝れないのは大丈夫。お世話になったね。不整脈だったんだけど。治った。ようやく治ったから。まあ今は大丈夫。でもこれが一時的に治ってるのが、それが分かんない。なんか昔のマスクなのかな。めっちゃ昔のやつ。ここまでひどくなかったから。どうぞ。でもこってりか。それからな。マジこってりだもんな。普段は食事ちょっと聞いてこない。でもあんまりラーメンとか食べない。あれ格闘技してってどうですか。多少ね。でももともと肉とか魚が好きだから、はいはい、まあ好みのまま食べてたら結構体にいい。へえ。あと青汁飲んだりはしてる。ジュースはやんない。ジュースやってるよ。毎日やってる。楽しいですかね。楽しい。俺グラップリングが好きだよ。やっぱ別物だから。グラップリング割とパワーとスピードで行きたくない。ある程度はね、でもやっぱテクニック大事だなと思う。あ、って。あって。あっと。彼女とか作ったことある？作ったこと、まあ、いたことあります。でも本当女遊びも全然してない。まあ毎日練習してるんで。今？今毎日練習行ってる。いや今はこっちに来てジムがまだ所属、無所属状態ですけど、で徳島にいた頃は毎日練習。でこっちと違ってやっぱ夜しか空いてないんですよ。うん。だから昼は仕事して。確かにね。教えてる人がまず仕事してるからね。あ、でも、うちのジムはそれだけです。あ、そうなんだ、はい、でも、まあ、会員さんがあれかどうせ昼来れる人が少ないから、はい、10万ないんだよね。 UFC ファイターとか練習をしてたりしてたんです。誰？先生で、大南行けばっていう。だから、ちょっと上京するの悩んだ理由は、先生が良かったか。そうなん、離れたくなかった当時。やっぱ練習量違うっす。こっちにいた方がめっちゃ昼も空いてたり。でもこれで実力がついてこればめっちゃ人気出ると思う。まあ頑張って実力、打撃鍛えた方がいいと思う。今は皆様と鍋様ですか。白川陸斗選手の YouTube 出たんですよ、うん、あのホグホグもう教えてもらって。難しいですね。対応範囲だったの。いや、ミット打ち。あ、ミット打ちだったね。ミット打ちで多分来るの遅い。すみません。あ、ミコジだ。めっちゃミコジ。格闘技で一番好きな選手だからね。ブライアン・オルテガ。あー、オルテガか。美味しいな。朝倉未来って言っときゃよかったんで、今の。いや、さすがにやめた方がいい。オルテガかっこいいな。かっこいい。あ、でも、最近チャールズ・オリベイラもかっこいいな。あ、じゃあ、平和的思考の人が好きなの。まあ、どうなんですか、柔術が好きだから。ああ、そうなんですね。
別にマクレガーが嫌いなわけでもない。ああいうのはああいうの、まあ、ああいう人がいないと盛り上がらないの。ああいうのって言ってるけど、まあ自分もそっち寄りだから。そうっすね。てか絶対アディソニアだと思ったんだけど。テイクダウンできないですか。あ、すいません。できないです。あ、すいません、ありがとうございます。19のガキに敬語使うのやめてください。いやいや、マジで。もうこんなもんよ。やっぱ東京は。うん、そうです。東京はそんなもんよ。東京に来て結構刺激にある。地方と何もかも違って。うん、でもさ、まあいろんな学びもあるけど、ぶれちゃダメなとこもあるから、はいはい、地方の良さもあるから。豊橋の良さって何ですか。でも暖かさはやっぱ違うな、人の。シンプルになんか自然が多いのが好きなんだな。こっち空気汚いですよね。なんかね、喉痛いですよ。オーディションの時も東京来た。それコロナなんじゃない。オーディションの時も痛くなって戻ったら治って、うん、ないですか、豊橋からこっち来て。特になかったけど、でもやっぱ豊橋も豊橋でどうなの、車多いからね。確かに市街はあんま良くないの、うん、海とか山とかやったらやっぱいいけど、東京はもうストレスがすごい人の、うん、意識してないけど絶対いいよ、ストレスが多い。みんな生きづらそうっすよね、なんか自由にできないじゃないですか、うん、でもあれ見たよ、東京の人の方がストレス少ないみたいな。あ、そうなんだ。へぇ、まあ、うん、一般的だ。なんていうか、別に言えないことかもない。鉄板焼きとか言ってた。でもさ、何でか俺考えたんだけど、多分港区が全国で一番その高収入の街じゃん、うん、ってことは、多分収入が多い人ほどなんかその自由度が高いというかさ、自分のそのプライベートでストレスが少ないんじゃないかな。あと東京に来てる人ってほぼほぼの人が志が高い人だと思う、うん、その元々生まれた人じゃなくて、でその場合多分自分のやりたい職業についてる割合が高いのかな。一般の人と違うんで、これとは違う生きづらさはある、多分、うん、ポイ捨てとかできないですよ。もともとしないよ、こういう人。あ、その極端な例で言うと、うん、極端な例だよね。あんまり俺気にせず生きてるよね。今声かけてくるんだよとか思いません。もうその時言っちゃうよ。あ、で言っちゃうのも声かけられた後じゃないですか。じゃあそういうフリーではないのかなと。でもまあなんか有名になってるメリットもあるから、まあ、そこを受け入れないんじゃないですか。いらっしゃいませ。いやー、くったくった。あれ、ほぼほぼ残してるよ。いや、全部食います。食うの早いですね。早いでしょ。はい、ということでね、これ残すと炎上するから。絶対食いますもん、大丈夫。まあ絶対食いますけど、はい、ということで、まあ今日はこんな感じで終わりです。ありがとうございました。